松平直は、江戸時代後期の大名。張間国赤主藩第十代の藩主、治藩寺。官位は、十四以上、自重、左兵た直ら系越前末平家十一代。嘉永二年、九代藩主、松平慶則の長男として、江戸藩邸にて誕生した。母は、側室の小道子。陽名は君次郎。文久元年に元服し、父。 慶ノより直おと名付けられる。慶応三年、江戸城に初登場するが、十五代将軍、徳川吉信不在のため、老中、稲葉正国と面会する。明治元年、大城間より十四以上、自重を除任左兵正氏に任官する。この年、自定の一部を解放し、反行、慶義官を起こす。慶応義塾に学び、明治二年、 ケイノリの隠居に伴い家徳を相続する。藩籍奉還により、地藩寺となる。この年、陳姫と婚姻する。明治4年7月14日、廃藩地県により、赤市県が置かれ、地藩寺職を面刊となる。東京へ移住する。その後、11月2日に、赤市県は、姫路県に併合され、1週間後に、姫路県は、鹿間県と解消された。 明治17年4月2日に隠居して、弟の名則が家督を継ぎ、同年6月28日に病没した。ありがとうございます。